これがですね、ピンポイントに断言に入ります。はい、こんにちは、サロメでございます。今日はですね、自作トレーニング器具のですね、ご紹介でございます。それがですね、こちらになります。ザザンということでございまして、こちらシンプルなね、自作器具なんでございますけれども、まあ冒頭ですね、まあ動画でご紹介しましたようなチンニングのですね、まあ補助器具ですね、まあそういったことでございまして、こちらね、あの通常の鉄棒でのねチンニング懸垂なんかよりもね、もう格段にですね、このピンポイントにね、狙った筋肉に、まあ、刺激をこう加えることができますんで、すごくね、まあ、おすすめでございます。で、こちらですね、もともとなんでございますけれども、これこちらでございますね。もう木のもう 2x4 材って、まあ、ホームセンターに売ってるんですけれども、まあ、こんなようなものをですね、まず半分にね、カットしまして、まあ、ヤスリをかけて丸くして、で、グリップのね、形状をこのようにちょっと斜めにね、カットして、ヤスリかけたような感じでございますね。でですね、まあ、こちら、作りなんですけれども、非常に単純でございましてね、作り方なんですけれども、こちら、ただですね、これ電気ドリルでですね、2つ穴開いてます。もうただそれだけです。そしてこの裏見ますと、もうここでですね、この紐なんですけれども、100円ショップでですね、まあ買ったものでございまして、まあ強度もね、まあそこそこありますんで、大丈夫ですね。まあそれでテープ状のところの大元をですね、こんな感じで、縫ってありますね。でね、あの、ただ電気ドリルで穴開けておくだけだと、ちょっとビジュアル的にですね、縫い目がこのように、出ちゃうんで、ちょっと見ていただければと思う。ちょっと深くね、ボックス的にですね、のみを使って、削ってありますね。なんでこう横から見るともう完全にこのように縫い目が、のみと電気ドリルで作ったような感じでございますね。で、ずーっとこう見ていただきますと、まあ、こんな感じでございましてね。ぐるーっと回して。結構ね、この、ヤスリをかけるのが意外と大変でしたけれどもね、こんな感じでございますね。はい。で、これをですね、鉄棒に設定するんですけれども、この、いろいろグリップね、握り方あるんですけれども、こう、まず一番やりやすいのはですね、こちらですね、中指を入れますね。中指を入れて握ります。まあ、こんな感じで、懸垂ができるというようなことでございます。それではですね、実際にいろんなバリエーションのね、懸垂を今からこちらのですね、自作グリップを使ってですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではお願いします。はい、それではですね、鉄棒にね、こちら自作グリップをですね、設定していきたいと思います。こちらですね、もう至って簡単でございます。一応小指の向きがね、このような感じで削っておりますので、この方向でね、ただこれをですね、ぐるっと回して、こう通していただく。これだけでございます。これで、設定完了でございます。これでですね、ちょっとこれをギュッと上に押しまして、まあ、このようにね、グリップの懸垂の手幅をね、変えることができますね。で、この辺でっていうことで決めていただきますと、もう動きませんので、まあ、こんな感じで、まあ、非常にね、簡単な設定になっております。それではですね、実際にこれから懸垂をやっていきたいと思います。はい、それではですね、実際に懸垂をやっていきます。こちらですね、先ほども言いましたように、中指ですね、中指を入れてきます。まあこんな感じですね。で、通常のこのように懸垂をね、やっていきますね。はい、今のが普通の懸垂でございますけれども、これがですね、今度ね、直に私はですね、この大円筋、ここにね、ピンポイントに、効かすですね、懸垂。これがですね、今の形でパラレルですね、縦握りで、懸垂をこう、ね、大円に直撃でこうできるね、懸垂になってますんで、そちら、縦握りの懸垂やっていきたいと思います。今度ですね、これ、グリップ、テープ状の紐でね、なってますんで、簡単にですね、このように、自分の効かせるところをですね、探っていけるんですよね。なんで、これを縦にですね、入れるんですね。それで、このままですね、やっていきます。これがですね、ピンポイントに
断言に入ります。もうビタビタですね、入ります。またですね、これ先ほど実演しましたように手幅をですね簡単に変えることができます。ですので、背中のですね背部の真ん中ですね、僧帽の方に、効かせようとすればですね、これをもうくっつけちゃう、こんな感じでくっつけてしまって、でここでパラレルで懸垂をすれば、まあこんな感じでございますね。本当にこんな感じで、もう手幅ですね、もう簡単ですし、この向きですね、これも簡単にですね、自分の本当に効かせやすいところにですね、もう微調整できるんで、本当にね、この効率的にですね、背筋を鍛えることができるね、本当に単純でありながら優れるもののグリップでございます。はい、あとですね、もう一種目だけね、ご紹介したいと思うんですけれども、懸垂だけじゃなくて、下から引くですね、ローイング系にもね、かなりね、効果発揮します。例えばですけれども、こちらの設定、バーベルローイングなんか苦手な方っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。私なんかね、バーベルローイングがね、非常に、通常のフラットバーでやるとね、なんかね、まあ、背中にピタッと入んないんですよね。まあ、それを、こちらのですね、先ほどのグリップを設定してやることによってですよ、もうこれをですね、まあこれパラレルですね、でやることによって、こう自分のね入るところにこうピンポイントに背中にですね入れることができますね、これ。ああよし。まあこんな感じでですね、ビタビタね、背中に、入れることができますんで、非常に、おすすめでございます。はい、いかがだったでしょうか。今日ご紹介いたしましたのはね、こちらの自作のですね、グリップでございます。実はですね、こちら Amazon 等でですね、まあこのような専用のね、器具は売っておりますんで、まあ意外とね、高いものですから、まあ今回作りましたけれども、まあ作るのね、結構めんどくさいという方はですね、まあちょっと多少値が張りますけれども、かなりね、動画の通りでございまして、使えますんで、これ。多少ちょっと高くてもね、買う価値はね、あるのかなと思います。もしね、DIY が好きな方なんかはもう全然作って、単純な作りですから、作っていただければと、ね、思いますんで、よろしくお願いいたします。またですね、今回の動画に限らず何でも結構でございますけれども、私に、ご質問、ご相談、何でも結構でございます。何かございましたらお気軽に、コメントをいただけましたら一生懸命ね、回答していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。